はい、こんにちは、ニャでーす。ってことでね、今すぐやらないと入手不可になる4つのことを解説やっていこうと思います。でね、1個めちゃくちゃ重要なことがあって、私もね、完全に忘れてて、今やんなきゃって思ったんだけど、あ、その前に動画撮ろうって今動画撮ってます。はい。なんだけど、それね、全員に関係あるわけじゃないんで、それは最後に持っていきますね。で、まずは全員が関係あることから喋っていきます。はい、何かっていうと、こちら、モンスター購入の桃太郎ですね。これ、買ってほしいです。チーム HP 持ってて強いんですよ。はい。文法50万で買えますね。ちょっとこっちで見た方が見やすいんで、こっちで見ますね。はい。これで見るとわかると思うんですけど、まずチーム HP 5つ持ちなんですよ。で、これ捨てみてください。捨て2万あります。めちゃめちゃ攻撃力高いですね。で、こいつスキルが12ターンのスキルで、1000倍ブレス持ってます。めちゃくちゃ強いブレス持ってるんですよ。なんで、周回とかで使う可能性があるので、ぜひ持っといてほしいですね。まあ、こいつの自身のスキルを使う可能性もあるし、普通にこいつにアシストするみたいな可能性もあります。覚醒もチーム HP いっぱい持ってて強いんでね、マジで使う可能性はあると思います。あとね、リーダースキルですね。ドロップした時に80倍オイチっていうね、結構ね、最近だと珍しいスキルも持ってるので、リーダースキル、スキル、覚醒、どれにおいてもですね、あとしてね、どれにおいてもかなり強い無課金キャラなので、ぜひね、50万モンポ余裕ある方は買った方がいいです。はい。これが一つ目です。はい。続いてですね。続いては、比較的どうでもいい系ですね。はい、こちら。サイクロン号とジオとストロンガー。こいつらもですね、交換15日ですね。これは、さっきのは10時までだったんだけど、これは23時59分までとなっております。はい。ね、サイクロン号とかはまあ2あればいいから私は取んないけど、まあ、取りたい人は3個目取ってもいいですね。はい。で、ジオ、こちらも2個、まあ、持ってますけど、まあ別にそんなに増やさなくて大丈夫です。1個で大丈夫ですね。はい。で、ストロンガーです。これもまあ1個で大丈夫だと思います。はい。まあこの辺もね、まだ0体の所持の人は、0体所持の人は取りましょうということです。はい。これが2個目でした。そして続いて3つ目ですね。3つ目はですね、これはね、もう知ってる人多いと思います。なぜなら私動画出したから。はい、こちらですね。交換所も終わります。これも明日の23時59分までですね、となっているので、ぜひですね、交換する方はしてください。細かいね、解説は他の動画出してるんで、まあ概要欄に貼っときますね。まだ見てない方は見てください。はい。結構ね、重要なこと言ってます。てか、あれですね、以前の評価と少し変えて、トップ4変えたので、はい、1位から4位ね、完全に変えたので、ぜひ見てください。はい。という感じになっております。そしてです、最後ですね。最後なんですけど、最後はですね、全員には関係ないです。ただ、マジで重要です。何かっていうと、こちらですね。はい。確定ガチャです。これ、マジで私、何も買ってないんですよ、仮面ライダー、実は。はい。で、ここにですね、新キャラが2体います。交換可能キャラと、購入可能キャラで今回ね、仮面ライダーコラボの新キャラは構成されてるんですけど、まだね、交換は、まあ、考えてたけど、確定買ってないやって人はね、買いましょう。どれかっていうと、まず、どれだ？2号ですね。この2400件の2号と3600件のコート。書いてるやつ、この2つが新キャラですね。買っときましょう。はい。まあ、どっちがおすすめとか特にないですね。まあ、買う方は買って、買わない方は買わなくていいみたいな感じになってます。あとね、個人的にオーズは買おうと思ってますね。オーズ、なんぼあってもいいんで、これですね。私がよく使ってるこの、リダフレハローキティ、ベロアキティで、サブにね、このオーズの武器、タジャドルをね、つけてるんですけど、サブ。これマジ、タジャドルめちゃめちゃ強いんで、タジャドルマジ何本あってもいいんで、はい。これはですね、ぜひ取っといてください。タジャドル目当てで私はオーズ買い足しておきます。はい。ということで、以上4つでした。もしね、参考になったら忘れてたことがあったらね、よろしくお願いします。高評価とね、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあねー、バイバーイ。